はい、どうもゆたです。今回はパワーブレースのフロント側、こちらボディ補強ちょっと取り付けていきたいと思います。一応こちらに書いてあるここの棒バーを変えます。はい、とパワーブレースフロントの取り付けですね。こちらにこの黒い棒あると思うんですけど、ここを変えていきますんで、これをボルト取って変えるだけなんで、こちらは反対側もこれですね。ちょっと見えないかな。こちらこことあっちのボルトの交換になります。はい、じゃあパワーブレースのフロント側ですね、もうちょっと今取り付けていきます。よいしょ。よいしょ。ここは純正のボルトですね。使います。よいしょ。よいしょ。で、こっちにも、こっちは付属のボルトナットを使いますんで。よし。付属の方は14ミリですね。よいしょ。よいしょ。じゃあこんな感じでつきましたね。はい、あとはちょっと手締め本締めしていきます。で、反対側も一応同じ感じなんで、はい、反対もちょっとつけちゃいます。はい、で反対側も今つけ終わりました。フロントサイドですね、こんな感じになっております。全体図がこんな感じです。じゃあフロントサイドの取り付けは以上ですね。